サントリー角瓶涙の劇場。私たち終わりね。あなたが言った。友達にはもう戻れないのかな。私が尋ねた。できたかもしれないわね。あなたのことあんなに好きにならなければ、とあなたが答えた。そして二人は海沿いの道を歩き始めた。夕闇の中を別々の方向へと。誰にだって忘れられないシーンがある。今宵自分&ウイスキー、心の横にサントリー角瓶。新価格1980円、消費税を含みます。今角瓶そっくりの角瓶グラス差し上げます。ビールって風とか雲のように美味しいのがいいと思う。あなたはこの頃どうですか？私はドライではありません。ピルスナーバクガ 100% 生ビール、サントリーモルツ。スーパーのグルメだの、やぼな世間はほっといてね。こうでなきゃ、いいね、深いね。私はドライではありません。ピルスナーバクガ 100% 生ビール、サントリーモルツ。サントリーサウンドマーケット、人と音楽シリーズ、ポール・マッカートニーの第一夜、いかがでしたか？ジョンのことを話すとき、遠くを見つめて思い出しているような感じでしたが、すぐに冗談を言って人を煙に巻いてしまうところなんか、ビートルズの頃から全然変わっていませんね。今夜お送りした曲はポール・マッカートニーで My Brave Face、 Careless Love に気をつけて、 You Want To Her This One、 ビートルズで一人ぼっちのあいつ、ジョン・レノンで Starting Over、 ポール・マッカートニーで Rough Ride、 How Many People、 Tug of War、 太陽はどこへ、そして最後は愛こそすべて、ビートルズでした。明日は人と音楽シリーズ、ポール・マッカートニーの第2夜をお送りします。どうぞお楽しみに。サントリーサウンドマーケット、お相手はシリアポール。この番組はサントリーがお送りいたしました。It's the April rose that only grows. 笑う、微笑む、怒る、泣く、みんな心で生きている。サントリーロイヤル。さっきの喧嘩がまるで嘘のようだ。背を向けたままボートに乗っている彼女を覗けば、さっきのことだけどと途中まで行って、僕はポケットの文庫本を開き、彼女を目隠しした。すると彼女も小さな声で答えた。さっきのことだけど。この夏、角川文庫の名作100、全国の書店でフェア実施中。お帰りなさい、あの夏へ。